はい、皆さんこんにちは、116ウィンズです。何かと話題になっている今回のアストロズのサイン盗み問題ですけれども、結構 SNS の存在が光ったなぁと個人的に思いますね。まあ、アストロズがサイン盗みしていると思われる動画の拡散も、まあ、主にツイッターで行われましたし、またツイッター上の告発ですとか、あるいはインスタグラムの告発、まあ、ローガン・モリソンの件もそうですけれど、まあ、結構ですね、SNS の告発が多かったなという印象がありますね。で、そんな中でですね、今回バーナーアカウントという存在が結構話題になってまして、バーナーアカウント何ぞやって思う人も結構いるとは思いますので、まあ、今回はですね、こちらについてご紹介できればなと思います。はい。で、バーナーアカウントという言葉ですけれども、こちらですね、ステアカウント、まあ、ステアカとも言いますけれど、まあ、それを意味する言葉ですね。で、英語には使い捨て電話を意味するバーナーフォンという、まあ、言葉がありますので、まあ、多分それが語源になって、まあ、フォンのところを、まあ、アカウントに変えて、まあ、ステアカウントという言葉に、まあ、おそらくなったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、バーナーアカウントの存在がなんでこんなにこう有名になったのかっていうと、まあ、一番大きな理由は、まあ、NBA のスーパースターである、まあ、ケビン・デュラントという、まあ、選手がいるんですけれども、まあ、この人がですね、ステアカウントでツイートしようとしたところを、まあ、誤爆して、本人の、本当のアカウントでツイートしてしまったところで、まあ、彼が、ステアカを持っていることが、まあ、明らかになってしまったんですけれども、まあ、これをきっかけかはわからないんですけれども、まあ、これをおそらくきっかけに、まあ、結構そのアスリートのバーナーアカウントを探すっていうのが、まあ、結構こう当たり前のようになってきたんですね。で、今回のアストロズのサイン盗み問題の中でも、まあ、当然ですね、こう選手のバーナーアカウントを探すっていう動きが、まあ、割と当然のように行われて、で、その中でですね、カルロス・ベルトランですとか、あとはジャスティン・バーランダーのステアカらしきものがどうも見つかったみたいなんですね。で、特にですね、バーランダーのそのバーナーアカウントのツイートに結構気になるものが多いので、まあ、ちょっとそれについてね、ご紹介できればなと思います。で、そのバーランダーのバーナーアカウントなんですけれども、今年の1月になってツイッターに登録されたアカウントなんですけれども、まあ、登録するや否や、バーランダーを擁護するツイートを本当に連発してるんですね。で、まあ、いろんなこう、他のツイッターのアカウントが、まあ、バーランダーに対して、なんで今回のサイン盗みの件で何も言わないんだとか、こう、批判的なツイートをしてるのに対して、もうこのアカウントが噛みつきまくってるんですね。で、ただ、一応このバーナーアカウントの持ち主は、バーランダー本人であることは否定してるんですけれども、まあ、ただですね、このアカウントの持ち主の、まあ、リプライとかを見ますと、まあ、かなりですね、こう、断定口調も多くて、で、かつ内容も、まあ、結構こう、内部の人しか知らないようなことも、まあ、書いてはいるので、まあ、もしかしたら、まあ、バーランダー本人である可能性ももちろんありますし、まあ、本人でなくとも、まあ、バーランダーにかなり近い人物なんじゃないのかなと、ちょっと思わせるような内容が多いですね。で、ツイートを気になったところをいくつかご紹介していきますと、まあ、一応 ID は隠してるんですけれども、元のツイートが、まあ、アルテューベは、まあ、チーターだとか、まあ、アストロズはチーターだとか、まあ、あとはワールドシリーズのタイトルを剥奪しろみたいなツイートをしているのに対して、まあ、バーランダーのバーナーアカウントと思われる、まあ、アカウントのリプライが、まあ、こちらの下の方に書いてあるやつなんですけれども、まあ、ちょっと読み上げると、The pitchers had nothing to do with this. Justin Verlander was a Cy Young winner. People calling the Astros cheaters need to take the pitchers out of it. まあ、訳すと、まあ、ピッチャーは今回のサイン盗みには全く関係ない。Justin Verlander はサイ・ヤング賞投手だと。で、アストロズをチーターだと呼んでいる奴らは、ピッチャーは関係ないことを、まあ、頭に入れなくてはいけないみたいな感じのツイートですね。で、さらにこちらのツイートですね。こちらはですね、元のツイートは、ピート・ローズが殿堂入りを認められないんだったら、アルテューベ、バーランダー、コレア、ブレグマンは、と、まあ、あとその他に関しても、まあ、殿堂入りできないんだよね、みたいな、こう、ツイートをした人に対して、バーランダーのバーナーアカウントのリプライなんですけれども、All the hitters you mentioned participated in the theme. Justin and other pitchers did not. Justin Cy Young was clean. まあ、訳すと、こう、まあ、君が挙げた打者たちは全員関与しているけど、ジャスティンと他の投手たちは関与してませんと。ジャスティンのサイヤングは、サイヤング賞は、まあ、クリーンなものだったという、まあ、ものになる、ツイートになるんですけれど、まあ、気になるのは、その、まあ、ここで挙げられた打者は全員関与しているって、こう、断定しているところですよね。で、当然、その MLB が出したレポートの中でも、
まあ、ほとんどの選手が関与していたという、まあ、記述はあるんですけれども、まあ、実際に誰がこう関与したというところは、まあ、当時選手だったカルロス・ベルトランを除けば、まあ、明言はされていなかったので、まあ、こういった風にですね、こう、まあ、この上で挙げ、ここで挙げられた打者全員関与しているっていう風にこう断言しているのも、やっぱりちょっとこう、やはり何らかこう内部の情報を知る手段のある人のツイートなのかなっていうのはちょっと思ってしまいますね。で、あとこのツイートも気になりましたね。あのツイートの元のツイートは、まあ、ジャスティン・バーランダーが今回のサイン盗みについて何も話していないのは、まあ、MLB とアストロズが話すなとこう忠告したからだというツイートに対して、まあ、リプライがこうビンゴと、まあ、チームとそのまあ実際にサイン盗みに関与した奴らに話させればいいと。で、ジャスティンは、まあ、今回の件については完全に、まあ、関与していないと。で、気になるのは、やっぱりバーランダーが、その、今回の件について話すなと MLB とアストロズに忠告されたという、まあ、ツイートに対して、こう、まあ、いの一番にビンゴと返しているところですかね。今回の一連のサイン盗み問題で、まあ、アストロズの選手が、まあ、その、何を話していいかとか、まあそういったことに関してはもちろん一切報道されていないことなのに、まあこんな風にですね、まあ断定して、まあビンゴだと。まあ返せるあたり、やっぱりちょっと内部の人なんじゃないかなってちょっと思ってしまうんですよね。で、この動画では一応まあ3つほど、まあツイートを上げたんですけれども、まあ他にもこうまあいろいろなツイートをしていて、まあ気になった方はぜひこのアカウントを見ていただければと思うんですけれども、まあ、今回のそのバーナーアカウントを見て思ったのは、まあ、やっぱりこうアスリートぐらいの、まあ、彼、それこそバーランダーぐらいの立場のアスリートになってしまうと、やっぱりなかなか本音で、ま、いろいろなことが言えないのかなと。で、まあ、こういったこう、まあ、ステアカを使って、まあ、こう、普段だったら言えないことを書くっていうのが、まあ、ある種ま、上等化してきてるのかなと。もちろんこのアカウントの持ち主が、ま、バーランダーであることは、全く確定はしていないんですけれども、まあ、今後もですね、もしかしたらこういったバーナーアカウントが出てきて、で、まあ、何か、まあ、暴露していくっていうのは、まあ、今後も流れとしてあるのかなっていうのはちょっと個人的に思いましたね。で、これは完全に余談なんですけれども、まあ、今回のその、まあ、サイン盗み関連でこう、いろいろなバーナーアカウントが探された結果、なぜかですね、サンディエゴパドレスのエリック・ホズマーのバーナーアカウントっぽいのが見つかったんですね。で、ホズマーもパドレスも、まあ、今回のサイン盗みの問題に関しては少なくとも今のところは全く関与してないのに、まあ、なぜかこう、ホズマーのバーナーアカウントっぽいものがこう、まあ、発掘されてしまってかわいそうだなというとは思ってしまったんですけれども、まあ、このアカウント一旦こう、ツイートは全部削除してしまったんですけども、まあ、面白いのがですね、なぜかこう、まあ、うかつにもですね、ファンからの感謝の言葉、まあ、多分ロイヤルズ時代のファンだと思うんですけれども、まあ、ホズマーありがとうみたいな感じのツイートにですね、まあ、唯一一個だけいいねしてしまって、まあ、これホズマーじゃねみたいな話になっちゃったんですね。まあ、意外とアスリートはこういったアカウント持ってるんだなーっていうところで、まあ、この動画は以上にしたいと思います。今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご紹介できればと思いますので、まあ、よければチャンネル登録の方もしていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。